はい、今日もよろしくお願いいたします。今日はこの間ちょっとコメントいただきまして、盤経禅師を取り上げてくれというのがあったんで、ちょっと盤経禅師のお話をしようかなと思います。ただあまり私盤経禅師のことは詳しくないんですけども、まあ知る限りのところでお話をさせていただきます。盤経禅師はですね、盤経栄卓もしくは陽卓という言い方をされる時もあるみたいですけど、まあ、江戸時代の和尚さんです。で、まあ、江戸時代においてはですね、まあ、有名なのは白隠禅師という方がいらっしゃいますが、まあ、白隠禅師と、まあ、こう何ですか、双璧をなすような、和尚さんなんですが、盤経禅師の教えというのは残念ながらですね、途中で途絶えてしまったということがあって、まあ、そういうことであまり私も詳しくはないんですけど、まあ、まず経歴の方なんですが、盤経禅師は、兵庫県の姫路の出身です。で、幼少期からですね、儒教の方を勉強されていたと。で、大学というのがありますけど、その大学の中の明徳という言葉にちょっとつまずいたと。明徳というのは明るい徳という字ですね。で、明らかな徳をさらにというか明らかにするってどういうことなんだということを悩んでですね、まあ儒教の学者にこういろいろ聞くんですが、儒教の学者もなかなかこうそれこそ明確な答えを、示してくれるものはなかった。で、まあ、ある、まあ、こう儒教の学者がですね、そういう難しいことは禅僧に聞けと、まあ、こういうところからこう禅の方にこう、まあ、関わっていったということです。で、まあ、17歳で、阿公のですね、瑞王寺というお寺の雲峰生という方について弟子入りします。雲峰生という方はですね、かの有名な武田信玄の師である海鮮和尚、神道を明確すればと言われた和尚さんですが、この方のお弟子さんになる構想です。この方について、まあ、出家された。で、まあ、その後ですね、こうあちこちを暗夜してしてですね、まあ、こう修行を続けるわけです。で、まあ、中にはですね、非常にこう向上心の高い方だったんで、まあ、九州ですね、 長崎宗福寺という寺でですね、道者長元という方について、の修行された、この方は大漠系の、まあ、和尚さん、まあ、中国の方ですね、にもついて、学んだと、まあ、いうことです。で、なんていうんですかね、まあ、こうその明徳についてはですね、ね、まあ、こう分かった時に、読まれた歌が残ってます。古桶の底抜け果てて三階に一円草の我があらばこそと、まあ、こういう、まあ、歌を残していると、まあ、いうことです。で、まあ、私自身がこの盤経和尚で、まあ、非常にいいなと思ったのがですね、まあ、心というものを鏡に叩いた話があります。鏡に物を映せば映るし、のけばのくと、まあ、いうようなことを言っているんですが、これをですね、まあ、山田文の氏、まあ、という、こう有名な昭和の方ですけど、和尚さんが、まあ、他にもいろいろ言っていてですね、例えば、鏡というものに、まあ、こう目方の重いものが映ればそれが映される、でのけばそれは消える、だけどもその鏡が映したからといって重くなることはない、また目方の軽いものが映れば鏡には映る、のけば消える、だけどもその鏡が軽くなるわけではない。例えば美しいものが映れば美しさをそのままに鏡は映す、でのけば消える、でもその後鏡が美しいものになるわけではない。また、汚いものが前に来れば鏡はこの汚いものをそのまま映す、でのけばその汚いものは消える、だからといって鏡がそこで
汚れる汚れるものになるわけではない、まあ、こういうことをまあこう言われてて、あ、確かにその通りだなと、まさに、心というようなものを表す言葉として鏡っていうのは非常にいい例だなと思うんですが、これを言われたのがこう盤景禅師と、まあ、いうことです。で、まあ、あの比較対象で言えばですね、あの白隠さんという方はあの観那禅と言いますね。観那っていうのは見るっていう字に話す禅、ですからあの、まあ、この話というのは禅門徒のことを言ってます、ですから、白隠禅師はこう非常にこう禅門徒というもの、公案というものを重視したっていうのがこの言葉でも分かると思うんですけど、盤景さんはですね、あの不生禅と言われました。不生禅というのはあのあらずっていう字に生まれる、要するにもともと備えてたものだと、まあ、こういう言い方をするんですね。で、こう言うとですね、なかなか難しくように思うんですけど、人間ってのは生まれた時にすでに心というものを持ってるわけです。その心というのはそのまあこう作ろうとして作ったものでもないと、まあ、そういうようなもの。だから不生禅っていうのはそういうことで言ってる言葉で、まあ、心ですよ。この禅、あの盤景さんの言う心というのは、まあ、お釈迦様が言われた仏性とかいう言葉も、まあ、同じような意味合いの言葉ですけど、まあ、こういうものがもう初めからあって、あのなんていうかな、その、後から出てきたようなものでは、生まれてきたようなものではないと、まあ、こういう、まあ、こう解き方を、されました。で、ただですね、この盤景さんという方は最終的にはですね、その禅門徒もいらないというようなことを言われました。で、そのことに関してはですね、まあ、すでにですね、道元さんと、曹洞宗の道元さんが、まあ、禅門徒いらないということを言われてるんで、もし盤景さんの教えがそのまま残ったとしても、まあ、これはですね、後々にはですね、曹洞宗に組み込まれてしまったんではないかなと、まあ、いうふうに思うわけです。ですから、まあ、この結局残ったのは白隠さんの、まあ、こう禅門徒を使う禅というものが残ったということになるんです。で、盤景さんっていうのは初めから禅門徒がいらないというようなことを言ってたわけではなく、やっぱりこう、まあ、こう指導者になって。後もですね、まあ、こう禅門徒を用いてたんですね。用いてたんですが、まあ、こう後にいらないというようなことを言い出した。で、これを思うに、私はですね、これは老婆親切というやつじゃないかなと思います。我々は要するにこうおせっかいな親切とか、まあ、そういうことを老婆親切と言います。ですが、まあ、女の人じゃないんで老じじ親切になるのかなと、まあ、いうふうに思いますが、まあ、そういう、まあ、こう 年を取ってから、まあ、そういうことを言い出した。なおかつですね、この、それこそ我々使う禅語とか言いますけど、漢文もいらないと、もう日本語のみだと、まあ、いうことを言い出した。ですから盤景さんは最終的にはですね、日本の禅っていうものを作りたかったんではないかと、まあ、こんなふうに思ったりもします。で、まあ、こう変遷を遂げて、まあ、そういうふうになったと、まあ、いうことですが、我々でもだんだん、私自身もそうなんですけど、年を取ってくるとですね、まあ、気力っていうのがだんだんなくなってくる。そうするとですね、こうなんていうか、こうなんていうかな、こうだんだんこう。なんていうんですかね、角を立てないというか、まあ、そういう、こう生き方に変わってきてしまう、まあ、それがいいところもあるんでしょうけど、まあ、それもまた弊害になってしまう、それがですね、禅門徒とかいらないっていう話になってるんじゃないかなと思うんですね。例えば、まあ、例として言ってるのが、喉が渇いた、でこう歩いてって探してって、その水があるとこ行って水を飲んだと、で、あ、よかったなと、でも思い返してみると、そういえば向こうの方でも水が欲しがってたやつがいたなと、で戻って、その水を持って戻ってですね、それを飲ましてやった、それでいいんじゃないかと、まあ、いうことを、まあ、盤景さんは言われてるんですけど、
これはちょっと違うんじゃないかなと。要するにこう水は自分からこう求めてで得られて初めてそこに感動が生まれてたり、まあ、こうありがたさっていうのは分かるんであって、それをこう目の前まで持っていってしまうとですね、その気持ちっていうかそういうものがこうどうしてもこう弱くなってしまう、まあそういうこともあるんじゃないかななんていうふうに、まあ、思ったりします。盤慶さん自体はですね、非常にこう厳しい修行をされました。で、まあ、その、まあ、その中ではですね、当然ながらその禅門徒とかいうようなことをやったんですが、それを経て、まあ、最終的にそういうものもいらなくなった。それは自分の境地であってですね、これがそのままお弟子さんに通じるかどうかっていうと、そうではないんじゃないかなと思うんですね。私自身は思うのは、ただ修行っていうのはこうかなり厳しいものです。で、それをこう成し遂げるためにはですね、やっぱりこう禅門徒という一つの目標を持って、まあ、日々を生きる。で、その中でですね、こう築き上げられていくもの、それがこう自分に対する厳しさというようなものではないかなというふうに思います。初めからできればいいですよ。できればいいんですけど、そうはならない。これもまあ例として言われてたんですけど、例えばお酒が大好きだと。で、そのお酒が大好きな人が、でもそれは体に良くないから、じゃあやめようでやめるということができる人ならいいんです。ですが、なかなか人間っていうのはそうはいかない。分かっちゃいるけどやめられないという世界があるんで、これはそれこそ、まあ、修行によって、厳しい修行によって、そういうこうなんていうか、自分を律する力、そういうものがこう身についた後に言えることじゃないかな。盤慶さんはもうその晩年、その自分がそういうことができた人なんで、まあ、そういうことを教えましたけど、それが誰でも通用するかというと、そうではなかったんじゃないかなと思うんですね。ですから、まあ、その法というか教えを継ぐ人が途絶えてしまってですね、しまった。まあ要するにこう何て言うんですかね、中にはやっぱりですね、その禅門徒をやらなきゃ、ほっときゃいいんだと。初めから持ってる心であればそれでいいんじゃないかというふうに考えてしまったものも出てきたということです。だから盤慶さんが本来言ってた言葉っていうのは、禅門徒もいらないっていうのは、もっともっとこうより厳しい言葉教えなんではないかなと思うんですね。まあちょっと言いますと、まあ、盤慶さんが言ってたその心ですけど、生まれながらに持っている仏心、仏様の心、そういうものはあるんですが、それがこう生きていく経験とかいう知識とかいうものの中で、喜怒哀楽の念が生まれたりとかですね、知恵分別とか我々言いますよね。知は知識の知ですね。下は徳ですね。で、分別、要するにいいか悪いかとか、そういうふうにこう区別して物事を考えるようになってしまう。それで、そういうふうになってしまうんで、そこでもう一度囚われというようなもの、そういう囚われというものを離れ、れば要するに仏さんに戻ることができると、まあこういうことを言ってるんですけど、これはですね、なんていうんですかね、自由気ままというのとは違うんです。ですが、それをまあこう、それをまあお弟子さんの中で誤解した者がいるんだと思うんですが、囚われをこう戒めて自立することのできる人、まあそれを前提に物事を言ってるんで、盤慶さんは。だから自分にそれこそ厳しくなれる人にはそういうものはなくてもいい。だけど人間はなかなかそうなれない。ですから白隠さんっていう人は、その公安禅っていうものを用いて自分に厳しくなる姿勢っていうものを養うようにした。それがこう なければですね、なかなかこう難しいんじゃないかなと、まあこんなふうに思います。非常にこうだから盤慶さんは優しい方でですね、ある時にこうなんか盗み癖のある修行僧がこう入ってきた。で、それをまあこう知ってたものがですね、こう盤慶さんにこう、あいつはこうそういうのがあるから、他のものも迷惑になるから、受け入れるのをやめましょうと言うんですけど、盤慶さんはそういう人こそそういうものが必要なんじゃないかと。お坊さんという組織、世界の中での信用というものをすることによって、そういうものがこうなくなればそれに越したことはないんじゃないかというようなことを言われたという話も残っています。で、また
ある時はですね、その、まあ、修行僧と、自分の食事をちょっと分けてやるお弟子さんが、食事係の者がいた、そしたらそれを聞いたらですね、まあ、こう自分はもう同じものにしろっつって しばらく食事を取らなかったとか、まあ、そんな話も残っておりますし、こうお話をする時にはですね、こう普通はですね、高座台とか高いところに、まあ、座って、こう偉いお師匠さんをお話するんですが、そういうことをしなくてですね、もうこう平座でこうお話をしたとかですね、まあ、そういう話も、残っています。あと、まあちょっとまあこれは迷信かどうか分かりませんけど、ある時にこう狼が出てきた。でその狼がこう苦しんでこう口を開けた。で番犬さんはそれでこう喉を見たらですね、骨が使えてる。その骨を取ってやったってね、ですね、その狼の。そしたらその後ですね、こう番犬さんが通るたびにその狼が現れてですね、警護についたと。まあそういう話もなんか聞いたことがあります。まあそういう、まあ非常にこうなんですかね、優しいまあ方だったんだなと、まあ晩年はですね、まあそういう方だったんだなっていうのは分かりますけども、まあそういうまあのが、まあ盤慶さんのまあいう不祥然と、まあいうことになるかなと思います。ちなみにこう盤慶さんと白隠さんっていうのはまあ近い時代なんですけど、ちょっと盤慶さんの方が早いんですね。で、まあ、白隠さんが生まれた年から考えるとですね、白隠さんが生まれて 8歳ぐらいまでの間しか盤慶さんはこう生きてないんで、多分こう 両者がこう交わった時間っていうのはなかったのかなというふうには思いますが、まあこの盤慶さんもまあこう江戸時代を代表する禅僧の一人です。ちなみにこう盤慶さんがまあ布教のまあ拠点としたお寺が三か寺、まあ三大寺院ですかね、いうのがあります。これはですね、阿保市の龍門寺、まあ要するに、まあ、これ姫路の近くなんで、まあ、地元、自分の生まれた地元に近いところですね。龍門寺というのは龍に門の寺と書きます。それからあと大津の、女宝寺、これは愛媛県ですね、にのお寺、それから麻布の光林寺というのがあります。これでよく間違えられるんですね、まあ、読み方が似てるんで、光林寺と光林で似てるんで間違えられます。うちから歩いてまあ10分ぐらいのところにあるんですが、このお寺は今非常にこう、まあ、三大拠点ですから非常に大きなお寺なんですけど、まあ、うちは普通のお寺なんで、そんな規模ではありませんが、でも名前が似てるために間違えられてですね、光林寺でお葬式がある時にうちに花が来ちゃったりとかですね、逆にうちで座禅会をやってると言ったら光林寺の方に行っちゃったりとかで、まあ、そういうことがあるので、まあ、これは余談ですけど、まあ、近くにあるその盤慶さんのまあこう由緒寺院があると、まあ、いうことなんで、まあ、ちょっとはまあ何ですかね、まあ、関係があるというか、まあ、いうお寺なんですが、まあ、盤慶さんっていうのはまあそんな方だというふうに、まあ、ちょっとは説明が下手で言いたいことはよくわかるかどうかわかりませんけども、まあ、それが盤慶さんということであります。本日もありがとうございました。